国道28号は、神戸市の神戸駅北側ガード付近を起点に、徳島市の勝時橋を結ぶ本州四国間の主要幹線国道です。総延長は 200.9km、現道は 197.8km で、全国79位の長さです。神戸から赤市に進み、赤市海峡を越えて淡路島に入ります。淡路島を縦断して鳴門海峡を越え、 四国の徳島に至ります。JR 神戸駅北のガード区が起点となっているのは、兵庫県理定原表がこの付近の旧愛用橋にあったためです。原表は東へ300メートルの元町六公天付近に移設されました。淡路島のここら辺。にあるテーマパークは、オノコロという名前です。これは日本神話で神々が作り出した最初の島がオノコロ島であることに由来します。 本市連絡橋の開通により、国道扱いだった航路がなくなりました。神戸淡路鳴門自動車道は、国道28号の自動車専用道路部のみのバイパスという扱いです。神戸から徳島まで国道28号で走破すると、約2時間50分かかるようです。